はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。エルデンリング、初心者攻略第4回目、今回は金のスカラベを回収していきたいと思います。で、金のスカラベは装備すると、取得ルーンがアップするタリスマンになりますので、まあ、ルーン上げをやる上で、まあ、やっぱり装備してた方が全然効率が違いますので、まあ、それを回収しに行こうと思います。で、回収最終的にはケイリットのなんかここら辺にある洞窟で回収するんですけど、その前に準備段階としてまずはハイト砦の西ですねからハイト砦に行って血の斬撃の戦技を回収してきます。で、血の斬撃自体は絶対必要かって言われたらそうではないんですけど、今レドビア装備してるんで、まあ、いわゆる血派生のものが欲しいんで血の斬撃を取りに行くという感じですね。種も回収しておきましょう、ここにあるん で、 ついでに痛い割り符も回収してきます。ハイト砦、まあ、全然駆け抜けていっていいと思いますんで、まあ、上に上に。ネズミちゃん邪魔そうだな。ちょっと邪魔になるやつらはでもやっぱり排除しておきたい。こいつ痛いけどゴリを楽勝、血の斬撃ゲット。相手じゃあこの塔の上に登ると割り符がありますのでそれも回収しましょう。デクタスの割り符で、お次はですね、まあ、位牌のワンちゃんを使うんでちょっとワンちゃんを強化しておきましょう。無強化でも大丈夫ではあるんですけども、強化してた方が安定するかな。どっかの墓に潜って墓スズラン2くらいまであると少し安定性が増すと思います。で、あとはヒューグの方で戦場ですね、まあ、どれでもいいんだけど、大型ナイフをクイックステップがあればクイックステップでもいいし、今回猟犬のステップあるんで猟犬のステップに切り替えます。えい。で、あと出血武器がなければここで血派生にするというのが必要になります。今回レドビア使ってるんで、まあ、特に血派生にはしません。そしたらケイリット、ここの照りの壁ですねの祝福から南側に見える商人のところに行きます。あれ、照りの壁でいいんだよね、こっちだった、間違えた、商人はこっち、街道北だ。こっから見える商人のところ、ここでお買い物します。一軒で、ここで腐敗の苔玉、まあ苔薬ですね、腐敗の蓄積を軽減するやつ3つあるんで3つ買っときましょう。7500で、そしたら照りの壁、そう、照りの壁から向かうんで、向きとしてはこっちの方ですね、地図上的にはこっちの方になるんで馬で直進していきます。で、そうするとこのアイアンメイデン機械が見えるんで、こいつのいるところの左側ですね、木の根を伝って先へ行けるんで、まあ、落ちないように先へ行きましょう。で、そうするとここに洞窟がありますので、ここの洞窟の中に入ります。廃棄洞窟、ここのボスを倒すと金のスカラベが手に入るんで、ここを攻略していきます。もちろんケイリット地方なんでなかなかに難易度が高いんですけれども、まあ、序盤の方で攻略できる方法をやっていきます。じゃあまず聖杯瓶ですね、猟犬ステップで駆け抜けるんで、で
ボスでワンチャン召喚するんで、回復が必要になりますので、青瓶1個は振っておきましょう。さあ、そしてさっきつけた猟犬ステップの大型ナイフに持ち替えて飛び降ります。で、ここがあれなんですよ。行ってこの腐敗の蓄積があるんで、で結局苔玉があるから腐敗になってもまあいっちゃいいんですけど、まあ、せっかく腐敗にならずにここの安全地帯でお休みできるんで、ちょっとゲージを減らしていこうと思います。もういいかな、行こう。これクイスだと結構ね、しまった、明かり持ってきた方が良かった。出直してきます。明かりも必要だわ。これ準備不足でしたね。ちょっと松明を買ってきたんで、まあ、ランタンでもいいんですけど、あの死んじゃったからルーンがなくなったんでケチって松明にしてます。では気を取り直して、なんかこのバシャーってやつに当たると結構ダメージ食らっちゃうんで、あのバシャーが終わったら降りよう。で猟犬ステップで進んで、あっちまで行けっかな、もうこのまんま。いいね、さすが猟犬ステップ優秀だ。さてこのまま進むんですけど、基本右ゴリゴリの奥まで来たら落ちる。でここら辺は敵がいるんで、鹿として奥進んで、ここも全鹿として、でネズミも鹿として、でここ入ったら右の上に行く。痛い、追っかけてくる。でこのまま進めばもうボスのところに着くんで、まあ、もし腐敗になっちゃったら腐敗ゴケ使って回復して、でヒットポイントマックスにして、これ呼べないよね、呼べない、てか足りる ?55 だったよね、47ギリギリ足りん。で青瓶で回復して、松明はもう必要ないんで、でレドビアに切り替えて、聖杯瓶に切り替えて入ります。で呼びます。でここ2体いるんで、ちょっと1体目をなるべく背面に倒したよね。で何が強いかって、こうひるみが強いんですよ、ワンちゃんは。であとこいつを出血させて多少合流して大丈夫です。で2人になると結構きついからな。ちょっとあっち行っちゃったよワンちゃん、これ遠距離で行くんだったら配備2つ持ってきた方が良かったかもな。結局タイマーになってるし、痛い、倒した。ワンちゃんが死ぬ前に、いいね、あとは出血させれば多少合流しても全然いけるんで、いやー腐敗になったかしょうがない。で金のスカラベゲットですということで、金のスカラベですね、敵を倒した時得るルーンの量が増えるということで、これを装備して現在ファロストリデの近くの祝福に来てます。ファロストリデですね。でこの近くに竜がいるんで、こいつ無抵抗なんで竜を倒してちょっとルーン稼ぎをしていきたいと思います。で、まあ、ここら辺で当たるところで出血狙いでひたすら切りつけると、まあ多少時間はかかるけど全然安全に倒せるんで、ここはめちゃくちゃ美味しいですね。竜の心臓5個ゲットということで、ルーンもめっちゃ手に入りましたんで、まあレベル上げ等に使っていきましょう。というわけで、金のスカラベ手に入れてドラゴン倒して、かなりレベルも上がりましたので、まあ、ここまで準備できればもうマルギットとか行っても大丈夫だと思いますので、
また先へ進んでいければと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は金のスカラベの入手方法を紹介しました。お疲れ様でした。